皆さんどうも KK です。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はシンデレラの動画になります。いろんなコツを意識しても全然できないし、シンデレラはできるのなんでって思ってる方に向けて動画を作ってみました。今回はシンデレラの9回なぞりを紹介していきたいと思います。ご存知の通り、シンデレラはタイムボムをたくさん出してスコアを出していくつもなんですけれども、そのタイムボムを出すのってなかなか難しいんですよね。チェーンが途中で途切れちゃったり、効果時間に間に合わなかったりして全然タイムボムができないこともあります。ですが、この9回なぞりをマスターすれば、僕は誰でも1億点以上は出せるんじゃないかなと思っています。シンデレラがちょっと苦手だよって方からしたら、スキル4から9回なぞり安定してくると思いますが、スキル2や3でも9回なぞりができれば1億スコア以上は出せると思います。この9回なぞりは1スキルに9回タイムボム圏内のチェーンをすることです。僕は9回なぞっていても、もしタイムボム圏内のチェーンができていなかったら、なぞっていなかったことと同じになると思います。9回なぞりは割とゆったりめだと思うので、しっかりタイムボム圏内のチェーンをしていくことが大事です。9回適切なチェーン数を出さないと、どんどん時間が減っていってしまいます。9回なぞりしていてもなかなか時間が減りませんよね。これは運がいいわけじゃなくて、9回的確なチェーンをなぞれているから時間が減っていかないんです。次は一回動画を止めて、9回なぞりの具体的ななぞり方について解説していきたいと思います。とりあえずスキルを貯めていきます。このアイテムはボムアイテムを使う方が絶対にいいです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 こんな感じでね、9回なぞれていれば全然時間は減りません。で、こういう風に1回スクリーンショットを撮って解説していきたいと思います。まず1回目、僕は左端からなぞる派なんですけれども、左端から右端に向かってタイムボム圏内のチェーンをするじゃないですか。で、僕のなぞり方は、このタイムボム圏内のチェーンをしたら、ここに消去数が出ると思うんですけれども、ここのね、消去数の上ら辺のツモを掴んで、次はちょっと下目に持っていって、ここにボムを作っていきます。はい、こんな感じでね、次のボムができました。そしたら次はここの消去数の上から、ここの上のツモを掴んで、こういう風にね、ちょっと下に持っていきながら、こう優しい緩やかな弧を描いていくようになぞっていきます。これを9回繰り返すだけです。ちょっと今はスクリーンショット撮りながらだったんで、あんまりいい感じになぞれなかったんですけれども、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 こんな感じでね、意外とゆったりめにチェーンしてもタイムボムがたくさん量産できます。2,3,4,5,6,7,8,9,10 今はね、ちょっと9回のぞりの質が悪くて、タイムボム圏内のチェーンが出ていなかったので、頑張ってね、10回目もなぞりました。消去数の上のツムを掴んでなぞっていくことで、どんどんタイムボムの出やすいチェーンがしやすいと思います。ほら、簡単じゃないですか。僕のシンデレラは今スキル4な、スキル5なんですけれども、安定した9回なぞりが余裕です。はい、こんな感じです。ということで元に戻るんですが、この動画では僕が決してシンデレラをうまくプレイしているわけではありません。動画を見てもらうとわかると思うんですが、僕はスキル効果時間が終わったら一気にボムを割っていますよね。これがダメな理由をまた次の動画でも説明したいと思うんですが、この9回なぞりをして一気にボムを割るだけでも、大体スキルが溜まってくれるんですよ。なので9回なぞった後にボムをすべて割ってしまって、盤面上に残っているシンデレラのマイツモを中心にチェーンしていくだけで、スキルがね、かなり回ってくれます。9回なぞれていて、スキルがほぼループしているならば、時間は減るどころか、減らないまたはどんどん増えていきます。なのでシンデレラ難しくて、全然スコアが出せないよっていう方には、ぜひ9回なぞりを試してもらいたいです。一応9回なぞりでここまでいけたよっていうことを証明するために10分ぐらい動画を撮影しておいたので、よければ見ていってもらえると嬉しいです。またコメント欄で質問などもしてもらえば返すので、よければしてみてください。ということで今回もご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。ではバイバイ。